日曜日ヤンキースが同じ地区のボルティモアオリオールズを迎えての今日からの本戦に。対戦成績はヤンキースの方が優位8勝5敗という両チームの対戦です。今日はオリオールズは先発がチェン、ヤンキースは先発ミネナという両投手です。荒木大輔さんの解説でこれからお伝えしてまいります。アナウンサー担当は田中です。荒木さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。アメリカンリーグの東部地区、同地区同士の対戦ということになります。まあ、月曜の昼のゲームということですが、青空に旗が非常にこう心地よさそうに旗めいています。気温が現在30度あります。湿度は 34%。 やはりこの旗の勢いが示すように南西の風は4メートルという現在のニューヨークヤンキースタジアムです。現在の両チームの所属しますアメリカンリーグ東部地区の順位状況をお伝えしてまいりましょう。ブルージェイズを追って2位のヤンキースは 1.5ゲーム差、そしてオリオールズは去年のこの地区の優勝チームですが、現在5割を切っているという状況です。それから各地区の優勝チームに加えて、それ以外の勝率高い2チームが出場できるワイルドカードの枠ですが、ここで見ますとヤンキースがレンジャーズに対してリードを取り、さらに、ツインズに対してもかなり大きなリード 6.5 ということですから、荒木さん、はい、ヤンキースは少なくともワイルドカードではもうポストシーズンに進めるかという状況になりつつあるんですよね。まあ、でも選手たちもそうですし、チームとしてはですね、ワイルドカードで出るということは今は考えてないと思いますよね。はい、当然地区優勝になってですね、そこをリードにして、優位にね進めていきたいというふうに思いますけどね。地区優勝となればヤンキースにとっては2012年以来数年ぶりということになるわけですが、それを狙ってということで、これからはやはり一つ一つのゲームが大変大事になっています。ではヤンキースの今日のスターティングラインナップをお伝えしてまいりましょう。今日は相手がサウスポーのチェンということがありますから、左バッターをかなりラインナップから外しているのが目につきます。1番センタージャコビー・エルズベリーは左ですが、2番サードチェイス・ヘッドリーはスイッチヒッターです。3番 DH のアレックス・ロドリゲス、昨日28号のホームランを打ちました。4番ライトカルロス・ベルトランもスイッチヒッターです。5番レフトカルロス・ヤングは右、クリス・ヤングは右、そして6番のファーストグレッグ・バードはルーキーの左バッターです。7番キャッチャーマーフィー右、8番ショートリリー・グレゴリウスは左、9番セカンドホセ・ピレラは先発起用がまだ20試合目という選手ですが、相手のチェンに対する相性がいいというバッターです。さてヤンキースといいますと、全体的にはやはり打力のチーム、特にホームランが多いというチームなんですが、中でも中心的な選手のマーク・カシエラが2月の4日に故障者リストに入りました。8月に自分の打球を右の足すねに当てて、その後試合に出たり休んだりという状況だったのですが、思わしくなくかなりやはり骨の部分ですね、ダメージを受けているということもありました。故障者リストになりました。この柱がですね、アーチさん、はい、今チームの中では一番たくさんホームランを打っている選手なんですけれども、ね、この時期にこういう選手が当たるというのは痛いですよね。そうですね、他の選手にカバーできているとはいえですね、